はい、オブザナチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本仏光堂滝本です。奈良県飛鳥村由井正寺というお寺の住職を務めさせていただいております広井大乗でございます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。大乗先生、今日はですね、はい、まあ、お盆の時期が来ましたんで、お盆の背書きについてちょっとご説明いただこうと思います。はい、お盆の、まあ、背書きと、はい、まあ、いうことなんですけども、お盆の時期に勤められるお寺様が多いんです。はい、実際ね、はい、多いんですけども、必ずその時期に勤めなければならないというものでは本来はないんですね、背書きというの、はい、で、私は京都の黒谷金戒光明寺という本山で、はい、まあ、1年間、僧侶になった後ですけども、はい、もっとこの行を積みたいという、はい、まあ、志を持った僧侶の集まる道場みたいなのがあって、はい、でそこに行かせてもらった時なんかは毎日背書きするんですよ。毎日夕方の時期、時刻に阿弥陀堂という阿弥陀様のお堂の前で、その自分たちの修行僧の三色ちょっとずつこう集めてきて、でそれを外に巻いて鳥やったり、まあ、獣やったり、そういう、まあ、野生動物とかが食べるようにって言っていう風な思いとともに餓鬼に施すということで、背餓鬼っていうのを、まあ、毎日勤めてたぐらいですので、本来は毎日しててもいいんですけども、はい、なぜお盆と背餓鬼がこうくっついてるような、はい、形になってるかというと、まあ、言われは違うんです。お盆はお盆の由来っていう、背書きは背書きの由来っていうのがあるんですけども、この2つがある一点で共通してる部分があるんですね、はい、でその共通点が一緒やから、お盆の時期にじゃあ背書きも務めようかとか、うちの飛鳥村の方やったら盆背書きっていう風な名前で、お盆と背書きがこうミックスされたようなお勤めの内容で勤めさせていただくっていう風なことが行われてるんですけども、その一つの共通点って何かというと、餓鬼に施すためのお勤めであるというのが共通点なんですよ、はい、お盆にしても背書きにしても、まあ背書きはね、その名前からして明らかに背書きなんで、餓鬼という生き物に施すお勤めなんやなっていうの分かりやすいんですけども、お盆も実はそうなんですね。だからそういった事情で、まあ、背書きとお盆が一緒くたにされがちなんですけども、でもまあ背書きというのを、まあ、お盆の時期に勤まってるという、まあ、現状が、まあ、あるわけですけども、まあね、なかなか難しい話をさせていただいてもちょっとあれなので、私自身が、あ、そういうことやったんかと納得した背書きのね話がありますので、ちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですけども、はい、皆さんその餓鬼っていう風に聞くと、はい、本当にもうガリガリに痩せ細ってるね、はい、人が描かれてて、でお腹はポコーンと突き出て、うんうん、で口から煙くっていうんですけども、炎をもっと吐いておるというような、そういう絵柄を思い浮かべられると思うんですよ、普通ガキっていうイメージする時にね、はい、でそれはそれで間違ってないんですけども、まあ、たくさんお経っていうのはあるわけですけど、その中の一つに阿弥陀馬純正理論というお経の中に3種類の餓鬼が説かれてるんです、はい、でまず1種類目ですけど、無罪餓鬼という餓鬼がいると。罪がないと書いて無罪餓鬼、だから何も持ってない餓鬼ですね、はいはい、もう何一つも自分の持ち物っていうものを持ってないがゆえに、喉の渇きを潤すこともできなければ、食べ物を食べて自分をね保つことさえできないから、お腹ポコンと突き出るほどに、うん、ちょっと言い方悪いかもわからへんけど、栄養失調のような、ね、見た目になる苦しんでるガキ、これがまあ無罪ガキというガキ、1種類目のガキですけど、2種類目、小罪ガキ、罪がないっていうほど何一つ持ち合わせてないというほどではないねんけれども、足るほどには持つことのできない、まあ要は貧しいガキですね。そして3種類目、多罪ガキっていうのがいるらしいんですよ、はい、これは多っていうのは多く持ってる、多くの財を持ってるにもかかわらず、まだ足らんまだ足らんと飢えに苦しんでるガキがいるっていうんですけども、最初に紹介した無罪ガキで、 2番目の小罪ガキ、この2つのガキはこの人間世界にいないそうです。ガキ道というガキの専門の世界があるんですけども、私たちは人間界にいますね、はい、六道輪廻の、まさにその六道輪廻、下から2番目にガキ道っていう世界があるんですけど、そのガキ道に無罪ガキと小罪ガキはいるそうです、うん、でそのガキに施すお勤めをまあしてるわけですけども、じゃあ多罪ガキ、3つ目のガキはどこにおんねんというと、ここらしいんですよ。人間ってことですか、まあ、だから私たち人間のことなんですよ。持ってるが上にもまだ足らん、ね、もう十分じゃないですか日本人、正直ね、はい、申し訳ないけれども、あるが上にもまだ欲しい、醜い貪欲っていうんですけど、
ど、スマホもすぐ新しいのに変えたがりますし、連絡さえ取れたらいいじゃないですか、はい、LINE さえできたらいいはずやのに、新機能が加わったからってすぐ買い替えたがる。車でもそうですよね、はい、何でもそうやと思うんですけども、あるが上にもまだ足らん、まだ欲しいっていう根性を、私も恥ずかしながらですけど持ち合わせてるのが人間じゃないですか、はい、だから私たちの心の中に住むガキなんです、うん、3つ目のガキっていうのは。で、背ガキですから、ガキっていうのはどうやったらその救うことができるかっていうと、食べ物を施してあげる。お盆にいろいろナスビとか夏野菜お供えされると思うんですけども、はい、あれはまさにガキに施してあるわけです。で、まあ、あの地域とかお寺さんによると思うんですけど、こういうお皿に水を張ってあって、こう水むけっていう専門用語で言うんですけども、高野巻とか、まあ、その木はそのそれぞれなんですけど、はい、それでこうちょんちょんちょんって、ご存知ないですか？あ、あります、あります。あの水を、水をこうね、してっていうのあると思うんですけど、はい、あれはその縁句って最初に申し上げましたけど、食べ物を食べようとしたらすぐにたちまち火に変わってしまうらしいんですよ、ガキ丼。はいはいはい。それをまあ要は消化して火に変えさせないために、あのまあ要はダラニっていうのを唱えながら水抜けって言って消化活動してるんですよね、要は食べやすいようにっていうのをして、まあ施してあげるわけですよね。その無罪ガキ、商罪ガキにはそういう風に施しをするわけですけども、じゃあ私たちの世界に住むガキをどうやって救うかっていうと、これがいわゆる有名なお布施なんですよ。布施行ですか？布施行です。まあ背ガキの背がまさに布施行の背なので、私たちの心に住むそういうガキを退治するには、私たちがまだ欲しい欲しいと思う根性を持ってるこの本人がですよ、あえて自分の持ち物を差し出すことでマイナスになったように人間思いますけど、はい、これ手放したということなんですよ、執着を一つ、うん、で一番その中でも大事な、私たち執着しがちなんがお金でしょう。はい、そうですね。はい、だからお布施の代表が、あのお金になってるだけであって、必ずしもお金じゃなし、はい、でもいいんです。あの大事に大事に育てた大根、おっさんにもうてもらおうって施ししてもらうっていうのも立派なお布施ですし、ただなんせこう溜め込もう溜め込もうとしがちな私たちが、あえて自分の大事なものほど差し出すっていうことで、自分のそういう心の中にいてるガキ退治ですよね、はい、鬼退治ならぬ、はい、ガキ退治をしていただくのがお布施であり、実はお盆行事の心なんですよ。なるほどなるほど、はい、施すっていう、施すっていうことがなかなか私たち普段できないじゃないですか。もう自分のことで一生懸命なんて、うん、自分が生きるためにもっともっと取り入れようとする根性が強すぎるんですよ、うん、でそれをちょっとでも緩めるためにあえて施すということで、うん、私たちの心の中の鬼ガキをまあやっつけようというのが背ガキっていうこと。背ガキです、はい、だから時期はあれですけど、まさに心の鬼退治の節分みたいなのがお盆に当たるのかなと思いますね。じゃあ最後にですね、お盆の心みたいな、はい、そこは何なのかっていうのをちょっと最後聞きたいと思うんですけど、あのお盆とは、お盆の心とはというと、まああのね、先ほど申し上げた通りなんです。私たちはもう本当にあの普段からもう自分の私のっていうね名詞がつくことはすごく大事にすると思うんですよ。例えばですけど、お彼岸先祖供養、ね、皆さんあのしていただくの結構ですし、お墓前にもしていただくのはもちろん結構なんですよ。それが悪いというわけじゃないんですけども、私の先祖に参るんですよね、はい、私のっていう枠を取っ払って、せめて年に1回だけは、まあ、ガキ道に落ちている人であったり、自分のその3番目のガキって言いましたけども、私のっていうそれこそ一つの執着縛られてるわけですので、はい、それをわざわざ自分で外すことで、実は自分の心も豊かになるというのがお盆の心。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ広い意味で、まあ、年に1回ぐらいはそうですね、あのやるっていうのが大切ってことですよね。そうですね、分かりました、はい、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。